はい、えー、こんにちはどうもですここ最近ね話していた写真作品はい、プリントですねプリントの価値っていうところでね話をしていくっていうところ、えー、これにつながる話をですね今日はしていこうと思います。今日 <music> に至るまでにですね3本の動画を公開してきてき え前編ではねあの写真作品ちょっとここ最近ね高すぎないかっていう風な疑問からそういった素朴な疑問から、えー、物事を考えていこうということでなぜじゃあその作品の価値というものがね生まれるのかでそれがどうして重要なのか、えー、それなりの価値というのはねどうして写真作品にはついてくるのかそういったことをですね話をさせてもらいましたでその辺に続く話としてねでじゃあ次もう一個ねあ,の、まあ、ある種ネガティブな側面こういったことをね 話せるんじゃないか考えられるんじゃないかということで後編ですね後編というかねあの前回話せなかった正直なところを話しますということですね、はい、これは前後編に分けてお届けをしました、えー、僕もねこれ編集しながらね大丈夫かなと思いながらねちょっと不安だったんですよねあの結構ロワク的というか あの公的な場でこういうことまで話す必要はないかなって言葉で結構詰め込んだんですよなのでなんとなくフィードバックというか反響はちょっと読めていた部分はあってあの、ね、やっぱりその見てくれてる人たちは写真を作ってる人であったり写真を愛してる人たちだと思うのでやっぱりポジティブな面をねやっぱり受け止めたいですよねそういったところにネガティブな、ね、発想、まあ、考えというのが流れるとやっぱり嫌な思いすると思うんですよ 僕も多分自分で多分ね聞いててそういう感じにもね受け止められたところもあったんですけどあえてあれはそういった形でね公開をさせてもらいました。というのはですね僕はいいつも思っているのは 物事においては必ず2つの側面はあると思っていていいと思っていいとね信じたいっていう風な時こそその反対の側面もね考える必要があるんじゃないかっていうことは思うんですよっていう風に考えていかないとやっぱりなんか都合のいい部分だけを見ていてそれは自分たちにとっては気持ちいいこととかいいこと自分がね自分を自分自身を肯定するようなことかもしれないけれどもあのじゃあ人から見た時 どういうふういふに、ね、それが、ね、見られるかっていうと、えー、必ずしもそういった面だけではないということですよね、えー、おそらく一定のネガティブな側面であったりとか課題というものがあるはずで,でそこもちゃんと見つめることで自分たちの、ね、ポジティブな側面を強化できるんじゃないかってことを思うんですよなので、えー、前回の、ね、動画ねもう僕はねもうだからある程度 <laughs> 反響というかねいろんなねあの意見が出るんじゃないかなってことは思ったんですけどあえてねああいった形で作らせてもらいましたあの嫌な気分になった人がもしいたら本当にねすいません でね、あのー、その話、まあ、3本3本、まあ、実質2本なんですけどそれやってみてもやっぱねまだちょっと足りてないなと思ったところがあってそれがねギャラリーの役割ですねギャラリーがなぜ存在しているのか。 これについては一番最初の動画の中では話したつもりではあったんですけどももう少し、ね、説明をする必要があるんじゃないかやっぱり反響としてはやっぱギャラリーが、ね、あの価値を上げすぎているとかあのギャラリーの取り分というのは多いんじゃないかとかねそういった側面の意見もやっぱり聞こえてきたのでじゃあなぜその必要があるのかということですよね。でこれについては一般的にやっぱ作家であったりとかギャラリーと仕事をするという風な経験を、ね、踏まえてみないとなかなか見えてこないようなそういった部分はあると思うんですね。 そこをちょっと今日はね簡単にお話をできればというふうに思います。ということでですねまずはそのギャラリーの役割ですよね。彼らは何をしてるのかとね。ここでねやっぱねすごい大事だと思うし実際にねギャラリーの人たちがやっぱ大事にしてるんだろうなと思うことはアーティストとの信頼関係ですよね。これがものすごくもうトッププライオリティですねギャラリストにとっては。 うん、ギャラリーというと所属作家というのをね,抱えますよねある程度決まった人たちを抱えてその人たちの作品を定期的に発表して販売をするというふうな機会を持っていくわけなんですけども、まあね、ここでねやっぱ大事なことっていうのはアーティストっていうのは人間なんですよ。なん当たり前だろうって思うかもしれないですけども人間なんですよ。作品じゃないですか取り扱うのは。 そのね、物質としての作品を、えー、やっぱね扱っていくという仕事なんですけどその背景には必ずその作家がいるわけですよね。でこの作家との付き合いっていうところがギャラリーにとっては一番大事なことであり彼らがすごくケアをしていることなんですよね、うん。アーティストですよ。ね一番最初の動画で話したように自分の作品っていうのは自分の子供と同じぐらいなんですよね。でそういった人た人ちのものもすごく大事な もう自分の人生において例えばねアーティストとして表明してるわけですよその中で10年にねかけてできた作品をねようやくじゃあそこでどういうふうな形でね世に羽ばたかせようっていうふうな時にここは信頼関係ですよねこれが本当にね難しいことだと思う本当にね生半可ではできないですよね うん、だからギャラリストっていうのは作品を取り扱うと同時にその背景にいるその作家ですよね作家自身と対峙するっていうことですよねこれね言葉で言うのは簡単だからそ,それは当たり前だろうっていうふうに言われてしまえば終わりなんですけどでもこれ本当に大事ですよそのね現場を見れば多分ね一般の人は多分そこまでケアすんのっていうふうなぐらいねあのね手厚いやっぱり何て言うかなバックアップを常にやっぱギャラリストっていうのはしてるんですよね。 でここが逆に欠けてしまっているようだと多分作家は自然とそのギャラリーから離れていくというふうにね僕は思いますあの一般的にやっぱギャラリーというとそのスペースにアーティストがいることってやっぱあんまりないじゃないですか、うん、だから僕たち観客としてギャラリーを訪れた時っていうのはじゃあそこに置かれた作家はいないけれども作品それとギャラリストですよねでギャラリストの話を聞くっていうふうな機会 それぐらいは、ね、見ることっていうのはあると思うんですけど、ね、そのじゃあいざギャラリーと作家の,、ね、この関係性が見えることってあんまないですよね。もこれで、ね、見える機会がもっとあれば、ね、なんかそういうのも伝わるんじゃないかなってことも、ね、感じるんですけどいやものすすごい、ね、あの信頼関係があるんですよねここは1つ例えとしてはもうファミリーですね家族、うん、1つの家族のように付き合いを持つっていう風なのが1つ、ね、ギャラリーとアーティストの関係値なんですよね。 友達とかビジネスの関係じゃないんですよね。もうがっつりね。もうハマる感じうん。でも僕がね。こうやって話しても、やっぱちょっと具体例があんま上がってこないじゃないですか。だから今度ね。あのいつも出てこなっている。山谷裕介くん彼にね。ちょっと話を聞こうと思ってますね。 アーティストとギャラリーの関係というのをです、ね、話を聞こうと思っていてやっぱり彼は長らくねユカ2のギャラリーというギャラリーに所属していてそのね彼の話もね今まで10年間とかねあの話を聞いてきてるんですよねその中でねやっぱ僕がね第三者として感じるのは本当にね素晴らしい関係をね持ててるなっていうことなんですよ。 うん。だからあの一般的にはその作品の売買しかやっぱギャラリストの仕事っていうのは外に見えないんだけども、その一方ですごく人間臭いね、ものすごい大事なことをねちゃんとやってるっていうことを、えー、ぜひですね皆さんにも理解いただけたらなっていうことをね思います。別に理解しなくていいんだけどそういう事実もあるんですよってことですね。それはね今度ね山谷くんから話を聞くのでそれをね楽しみにしててください。 はいということでね、まあ、じゃアーティストとギャラリーね、ねこの間ね、じゃあ売り上げは半々にしますとね、ねでもそこだけ聞くと、あ売り上げ半分持ってっちゃうのかみたいなね <laughs> 話になっちゃうじゃないですか。だからね、ちょっと反省しまして、あじゃあどういう風なな、ね、コストですよね、今度。ね もらう入ってくるお金はいいんだよ。<laughs> いいんですよ、うん。そうじゃなくてそれプラスねどんなビジネスもそうなんだけどもコストがありますよね経費というものがかかってくるじゃあギャラリーで個展をしますとで個展をして写真を飾ってそれは販売しましょうこういうふうな流れになった時アーティストが何を負担するかというと写真作品の場合ですね写真しか僕はちょっとわからないので写真作品の場合は写真のプリントを作る。 この、ね、コストは作家が負担するこれが基本的っていうふうにね聞きますね。安、ね、室で、ね、プリントを焼くっていうことをやっているのであればその作業とその紙代とかですよねそういったものを作家は持つと。 だつまりね、作る、その制作にかかる費用も入ってくるってことですよね。もちろん、そのね、リサーチっていうこともありますよね。撮影するってだけではなくて、その前にどういう風なな、ね、テーマなのかっていうことでリサーチもしたりとか、いろんな費用がかかってくると思うんですけど、まあ、制作にかかるコストっていうのは基本的に作家持ちっていう風な感じかなという風に思いますね。で、まるっと出来上がった作品を持ってきて、じゃあこれをどうしましょうっていう風な流れ。で、こっから後ですよね。うん。こっから後がギャラリーの仕事だと思うんですよ。ね。 作品を学装するこの作業はね一般的にギャラリーの仕事ですね、うんえー、これはね、まあ、あの違うというふうなところもあると思うので、まあ、一般的にっていうふうな言い方をねさせてもらいますけどその、ね、持ち込まれた作家が持ち込んできた作品を学装する、ね、だからねギャラリストによってはもう自分のギャラリーのスペースに学装を作るスペースもね作ってるそういうふうなギャラリーもあります。 もう学装するというコストはギャラリーが持つ以上もうそのスペースとその専門家を、ね、雇ってしまうそういうふうな人もいますね、うん、だからまずそのねギャラリーはい学装というふうな作業が発生するとねそれこそ自分のギャラリーのスペースで展示するにしてもそれをね設営をしますよね。 でここでまあ自分でやってしまうふうなところもあるかもしれませんけどその設営業者ですよねインストーラーという形で壁にね作品を貼っていくそういうふうなコストもですねやっぱり発生するのであればそれはギャラリーのコストになってくるかなというふうに思いますね要は持ち込まれた作品を額装してそれをちゃんと飾れるような状態にするこれはやっぱりギャラリストの仕事なわけですよ。 うんまあ、その後ねパーティーとかねオープニングレセプションとかそういった時に、まあ、お酒であったりね食べ物であったりいろんなねその接待というところの、まあ、細かい費用もあると思うんですけど今の時代は、はい、あの過去の動画でも話しましたがやっぱアートフェアですよねこのアートフェアに出展するっていうのはギャラリストにとってはすごく大事であると、うん、もう自分のギャラリーに来てもらうということだけではなくてもうねやっぱり世界中からギャラリーが集まることでもうそこに、ね、やっぱ集客するわけですよね。 もうお客さん、クライアントにとっても、もうその一つの場でね、一日で見ることができればとかね、まあ、アートフェア3日とかね、やっぱりみんないますけどね、パリフォトとか、フォトロンドンとかね、あとはね、安心、はい、あとは A パッドとか、フォトバーゼル、いろんなね、アートフェアが世界中であるわけですね。もうこれが基本的には主流になってきている、まあ、もちろんね、ギャラリーに通う人もいるとは思うんですけどもね。 じゃあこのアートフェアに出展するっていうことが一つ今のギャラリーにおいてはすごく大事になってくるこれ日本のギャラリーがどうかっていうのはちょっともう外れてきてるので僕ちょっとその辺はあの日本のギャラリストの話をしてるわけではないですねあのいろんな国のギャラリストの仕事をちょっとね今話をさせてもらってるつもりなんですがそういったアートフェアに出展するとなると当然のことながらその出展料これがねかかってくるわけですねこれがねやっぱりものすごい大きいですね。 うん、そのはね幅もありますけど何百万とかかかるわけですよ一つのブースを出すだけにねでそれも年一回じゃないですよねもう世界中で何個もあるわけですよでみんなそういうとこで出していかないともう続けていけませんからだからもうねアートフェアだけでも数千万いっちゃうんじゃないのっていう風なねでかつね作品の輸送があるんですよねこれはね本当にねもうバカになんないですよ うん、まあいろんなね、その関税とかもね、あの発生してくるんですけど、それはなんかまあ売れたものだけにかかるようなね、あの特殊な処理とかもあるみたいですね。だ要は、えー、もう自分の国から出て自分の国に戻ってきたものに関しては無課税にするとかね、そういうふうないろんな仕組みはあるんですけど、でもね売れたものはそこにね関税もかかるわけですよね。でいろんな費用がかかってくるわけですよね。アートフェアのブースト代。 そしてそれに発送する輸送費で関税ですよね。これだけでね、とんでもないですね。もう、あの、あんま聞きたくないようなねえ、膨大なレベルですよ。で、かつ自分たちのギャラリーですよね。そういった費用が発生してくる。うん。だから、やっぱそのコストはとんでもない形にはなっているなってことはありますね。現状としてね。ただなんか高い作品が売れて売り上げすごいぞっていうふうな仕事ではないってことですよね。 でまあ、そこにおいてじゃあ作品が、ね、売れるっていうことがすごくやっぱ、ね、大事になってくるのは、ね、遠巻きで見たら作家が負担したそのプリントの制作費そしてギャラリーが負担した額装代こういったのは、まあ、最終的には、ね、買ってくれたクライアントが負担するそういうふうなコストになるわけですよね。プリントを買うっていうふうなこともできるんだけども額装もしますよっていうふうなオプションもあるわけですよね。 でそこでクライアントがあ「じゃあ学装付きでお願いします」っていうふうに言ったらそれをね学装のコストがねあのクライアントが払ってくれるそういうふうな流れもあるわけですよだから、まあ、作品が売れるっていうことがやっぱ第一目標になってくるわけですけどもじゃあいざね売れる作品やっぱね作っていくっていうのもやっぱねそのギャラリストの目もありますしねそれはすごいことだと思う。でねあの大まかに言って え結構ね世界のね写真の流れってまあそれこそねそのアートフォトですねアートフォトの流れって毎年ねある程度ねあのリージョンというか地域にねあの特化したね流行りがあるんですよ。 だこの年は日本とかこの年はアメリカとかねこの年は中国みたいなねそういうふうなねムーブメントっていうのがあるんですよねこれファッションと同じですよねあなぜか知らないけどね自然とそういう感じでだからだからね一時期だから2015年,年ぐらいかな日本の写真がすごいブームになったことあるんですよねそういった年はいろんなところで日本の写真家の展示が起こらないですねでやっぱりアートフェアになると日本人の写真家がやっぱり注目を浴びるそういうふうなね流れもあるんですね そこに乗っかっていくっていう風なねその見定めもやっぱそのねもう業界人ならではですよね感覚があるんでしょうねだからやっぱギャラリストっていうのはそういうことも見てるわけですようんでやっぱり結局飾って売れなかったらもうそのねコストだけですよねもう赤字ですよねそういう風な世界なので相当ねシビアな世界だと思いますねここちょっと僕は日本のギャラリーがどういう風な形かっていうのはあんまり詳しくないので そこの話はできないんですけど、僕はやっぱパリフォトとかね。あの付き合いのあるギャラリストの話を聞いてると、やっぱもう常にね。もうなんか戦ってますよね。で、ね、そこで自分が生き抜けるかどうかっていうところですよね。ものすごいですよ。もう立ち打ちできないですね。僕はね。あの世界はやっぱ入れないなと思いますね。うんだからね。ちょっと話脱線するんですけど、以前もね。あのこういった質問をいただいたことがあって、あのともさんね。あの作品の売買もやってくださいよと。 それこそ YouTube の中で紹介した作品を販売するっていうこともねやったらいいじゃないですかっていうことをね提案していただいたんですよでもねそれはねじゃあ例えばね僕がこの人いいですよ買ってくださいよっていうことで売れるかもしれないでもそこで終わりじゃないのねここはねやっぱギャラリストの仕事でもあるんですけど作品が売れたからそこで終わりっていうことではなくてじゃあその買ってくれたクライアントをずっとケアするっていうのもギャラリストの仕事なんですよ これもやっぱり、ね、人との関係ですよね。人との信頼関係ですよ。だからもう作品が売れてありがとうございました。じゃあさよならということではないんですよ。ね、その後のケアも含めて、ね、じゃあその作品をじゃあもしかしたらクライアントはいつか手放す必要もあるかもしれない。泣、ね、く泣くいろんな理由で、ね、手放さなければいけないそういった時にもやっぱり相談に乗るっていう風にね。うにいちば番最初に相談するのはやっぱ、ね、それを売った人ってことになると思うのでやっぱりギャラリストに声がかかるわけですよ。 で、今度はじゃあギャラリストはそれの作品を欲しいと思うような人を探してあげるわけですよね。そういうこともやるんですよ。それぐらいね、あの人間の信頼関係っていうのをすごくやっぱ大事にしている人たちだなってことを思いますね。それは誰にでもできることではないということもね、感じます。っていうところでね、あの今日はね、ちょっと一つ例をね、お見せしたいと思って、あのー、 今ねオランダアムステイダム僕が住んでるアムステイダムのフォームっていう写真美術館あるじゃないですか僕は、ね、いろんな動画で紹介してると思うんですが、えー、そこでね今ね日本人写真家の展示やってるんですよ。ね、もうぶっこ作家なんですけど あるきっかけによってねそれが、えー、今の時代に蘇ってもう亡くなってしまった人の作品を再評価しようっていう風なまあそれはもしかしたら深瀬正久しっていうところでも当てはまるかもしれないですけどもそういう風うな流れでね展示やってるんですねこれちょっと行ってきましたで行ってきて展示の最後にね一つのメッセージがあってこれがねなんかね今回の話にもつながるなっていうことで今日はねちょっとそれをねお伝えしようと思います、はい、ちょっと画面をを、ね、切り替えててお届けをしていきます。 はいこちらがですね大西茂展ということで、ねえー、今,月今月から10月は、えーとね、安心の時期から始まったのでもしかしたらちょっと9月末かもしれませんけれども、えー、こういった、ね、展示が始まりました、はいえー、この方ね、ねおそらく知ってる人ほとんどいないんじゃないかという,ふうに、ね、思うんですよ。 というのはもう本当に長らくもう完全に忘れられた写真家そういうふうな人だったわけですね。でしかもねあのなぜその忘れられたかっていうと写真家だけではないんですよ。この人ねどうやらね数学の理論を写真に反映したということで、えー、実際に、ね、この写真を撮ってた写真で何かを表現するということをやってた時期っていうのが1950年代のね34年ぐらいなんですよ。 それぐらい短い時期に作っていた作品でね、その後はね水墨画に行ったりっていうことでキャリアがどんどん変わってる人でもあるんですね。だからなんてうの一貫した写真家ではないっていうところで、もしかしたら再評価が遅れていたんではないかなっていうことを思うんですけども、えー、こういったね人の作品がなんでか今の時代にね。 えー、フォームでねオランダですよオランダで今開催されてるんですね面白いですね、えー、やっぱね自分の国っていうところで僕もねやっぱ関心があったので行ってきましたけどこういう形でどうやら数学の理論をね当てはめてるっていうことなんですよ。ね、で,1950年,代ですよ1950年代っつったら土門県とか木村伊兵とかあの辺の写真家ですよねリアリズムですよ。ね もう現実を見定めるんだってことでリアリズムがあった時代にこんなことやってた人がいたんですよ。ね面白くないですかこれ。 これどっちかというとやっぱあのシルリアリズムとかあとは主観主義写真とかねそういうふうな方向のものかなというところでまあ実際にその主観主義写真っていうのがやっぱり1950年代に実際あったのでえでもあったんだけどもそのふうな流れっていうのはやっぱりなんていうかなアマチュアの写真家たちが主流だったっていうところでえやっぱりそれに対してリアリズムっていうのはプロの写真家ですよねもうそれこそキムライヘッドと思うわけですよもうその時代のトップツートップがやってたところにどうしてもね注目が行ってしまったのはやっぱしょうがない。 じゃないかってところで、えー、やっぱねこういうふうな作品っていうのは埋もれてたわけですよね。 うん、だから長らく忘れられていただからこのね、えー、大西茂っていう作家だけじゃないんですよやっぱ主観主義全体主観主義写真全体がやっぱりここ最近までずっとね評価されてこなかったんだけれども、えー、そこの中でね、えー、金子隆一さんとかあとねその写真ギャラリーでね、えー、新井薬師に35分スタジオ35分ってところがあるんですけどそこもねあの主観主義写真をねすごく取り扱って、えー、その時代の作家さんのね展示をやったりっていうのをやってましたね。新山清ととか大東薫とか大そういうふういふな人たちを 紹介するということをやってましたここ最近すごくね 僕もねその時五分スタジオ35分をきっかけにね「主観主義写真やべえぞ」ってことですっごいハマった時期あったんですけどでそれでねオランダ来たらねあのレンガーパッチ先生ですよねレンガーパッチ先生からなぜかねあのサブジェクティブフォトグラフィーということで夫をしったよなとって人が提唱したそういったね主観主義写真日本における主観主義っていうところですよねそういうふうな写真がすごくねハマってて僕も YouTube でね何とかお,お届けしているので皆さんもご存知じゃないかというふうに 思うんですけどもそういういな流れの作家なんですよねあのでもそれでもかなりユニークな存在だったということであんまりその写真の業界の中ではこの大西茂っていう人はあんまり入ってこなかった文脈の中で紹介されるっていうことはあまりなかったみたいなんですけどそれでもやっぱその夫を下てないとかねあの日本にその主観主義写真を持ってきて56年に第1回国際主観主義写真写真展っていうのが高島屋日本橋の高島屋で開催されたんですね。 でこれっていうのが、えーとね、結構たくさんの、ね、アーティストを紹介するってことでその一人としてこのね大西茂の作品は紹介はされてはいたんですけどそれ以外ほとんど評価を、ね、されてないようなそういうふうな人だったわけですよ。ね、で写真史家のね金子隆一さんあの今年亡くなってしまいましたけれどもこの金子さんは大西のね名前っていうのをどこかで知ったということでずっとやっぱ気にしてたみたいですね。どんんな人だだっったたろうててことを気にしていたで でそしたらねあのひょんなことにねなんかね岡山県の岡山県立美術館の学芸員の方がなんかね大西茂の酒をね大量に持っててそれはね金子さんが預かるっていうことが今から20年以上前にあったとだ2000年前後でしょうね突然そういう形で金子さんのね手元にね渡ったわけですねここでね面白いですよこれちょっと脱線なんだけど僕はねこれはね胸が熱くなるとこでしたね、はい、受け取った時、はい、金子さんねどういうことを感じたのか これね本に書いてますよ、はい、人気のうせた美術館の収蔵庫でたった一人目の前に置かれた膨大な数の作品群と対しているとそこから放射される激しい憎悪のようなエネルギーこれにたじろいでその嵐の渦に巻き込まれて吐き気を催した経験というのは今でも忘れることができないと。 ね、それまで数多くの写真を見てきてそのような経験をしたことはそれまでもその後もなかったと言っていいっていうことをね書いてるんですよこれねあの僕もねも同じ体験しててもう深瀬さんの作品をね預かるっていうことになってねそのプリントをねじゃあそのねただ預かるだけじゃないですよね整理したりとか、えー、ただねそのアーカイブというふうな作業だけではなくてアウトプットの場というのを持つ必要があるっていうところで展示であったり本を作るってことでねそのプリントに触れるわけですよね。本当に初期の頃は もう10枚夏の10枚とかっていうよりも本当にね数十分やっては休んでみたいなねもう本当にねもう何時間も続けてらんないのこれ <laughs> 本当にもうやばいねもうそれこそ金子さん書いてたようにもう吐き気を催すとかもうぐったりしちゃうんですよねそれぐらいねなんかプリントから出てんのね <laughs> 本当に <laughs> 深澤さん作品っていうのはやっぱ20年近くですよ 20年近く日の目は見なかったんですよねそそれ開けたににやっぱそこにこもっっっててたたたもものが僕には、ね、あったと思ってたんでですよでもこれ誰に言っても伝わらないし勘違いなのかなって思うこともあったんだけど金子さんのこの文章を読んで「ほらやっぱり」っていうことをね思いましたっていうぐらいね作品っていうのはねやっぱ怨念こもるんですよね一枚だと分かりにくいけどそれがね重なってる状態だとねもうすさまじいから本当に。 その人がも,し、ね、もういなくなってたとしても、その人、一人1人の人間がそこにいるぐらいの質量は残るんですよね、このプリントっていうものにはね。うん、同じ体験してるなと思って、ちょっと嬉しかったですね。この話、金子さんとしたかったよ、本当にね。ねそんな話もできなかったですけど。ねでそこでやっぱ金子さんもやっぱずっしり受け止めたわけですよね、何かをね。これはなんかすごいもんだぞと。 ね、これはねなんていうの資格を通じててもあるんだけどももう全身ですよねもうなんか全, 6, 全 6, 6巻ぐらいの感覚ですよねこれやべえもん来たわっていうことでこれはね何とかしなきゃいけないってやっぱり思うわけですよ人であればだからやっぱそのね作家が亡くなった後もなもやっぱねそういった作品っていうのはそういう形でやっぱ引き継がれるわけですよねでこの大西茂の今回の「フォーム」での展示っていうのはこの金子さんの活躍がやっぱ大きかった これがね展示の最後にちゃんと書いてありましたね、エピソードとして。うんまあね、ちょっとその辺の、ね、細かいところはあの端折りますけど、あのいろんなねそこからねじゃあ金子さん預かりましたと、ね、金子さんが所属していた美術館に置いたりとかいろいろあったみたいなんですけど、なかなか不安定でちゃんとその作品が収蔵されるっいうところが決まらなかったみたいですね。えーまあ、金子さんが ね、かつて所属していた美術館から、えー、正式にね引退をしたそういうふうな時にその自分がいなくなってしまうとそのね大西茂絵の作品もどうなっちゃうんだっていうことはね不安だったわけですよね。だから作品を持ち出して、えー、それをね、えー、そこにね MEM というギャラリーですね恵比寿にあるギャラリーがあるんですけどもそこが、えー、そこにね相談をしたみたいなんですね。 うん、で相談したところその m、MM、m の、ね、オーナーである石田勝也さんという方この方がそこにね買って出てくれたわけですよ。ね、じゃあそういうことであればちゃんとそ,の、ね、あのそこで、ね、ただあのもうやみくも適当にするんじゃなくてその恩西茂の遺族の人に、えー、ちゃんと話をして正式にその、ね、遺族から買い取ってそれでね作品をなんとか世に広めましょうっていうことをその、ね、石田さんは言ってくれたみたいなんですよ。ねっい,いい話じゃないですか。 でギャラリストはそういういこで埋もれてしまうどうにかなってしまうような作品がもしあってそれがやっぱ素晴らしいものだった時に、ね、でそれをねやっぱみんなはやっぱ、ね、いいものだいいものだっていうことはできるんだけどいざ危機的な状況になった時にそれをじゃあ救い出せるかって言ったらなかなかそれをできる人たちっていうのは少ないですよ限られてますよ。やっぱり一つ大事になってくるのはお金っていうこともあるかもしれない。 その作品をちゃんと買い取るっていうことができるっていうことでギャラリストっていうのは、ね、一つね仕事もあるわけですよね。 だからそういう形で MAM は金子さんのねその並々ならぬねこの大西茂のねあの気持ちっていうのをね汲み取ったわけですよね <laughs> 分かんない分かんないちょっとそれ僕が大げさに言ってるかもしれないけどねでもやっぱ金子さん気になってたわけですよ自分が美術館を辞めた時にこの作品どっか行ってしまうとねもう散逸したりとかもう本当に美術館の倉庫でもう死臓してしまうかもしれないもしねそういうふうになってしまうんであればすごくもったいないからちゃんとこの作品を評価してくれるようなところにちゃんとねあの とい取ってもらうってこともそうかもしれないし、えー、そこで収蔵してもらってその作品を一般の人たちに見せてもらう。 出しててもらうっていうっいことをやってもらいいたぱりこの辺の,、ね、あのシュリレーズムにつながるような一つのイメージのあり方っていうのは日本では結構地味,だ地味というかあ、まあ、研究者はいると思うんですけどねでも一般の人もそこまでやっぱ関心ないと思うんですよねある種ちょっと古臭いという風なところになってくるんだけどもアメリカとかそれこそフランスパリとかねやっぱこういう風なね、あな表現っていうのはやっぱすごくやっぱ人気ありますよねいまだに。 まあそれはシュリラリズムとかあとはねあのオランダだとコブラっていうふうなねそういうふうなアリューもねいるわけですよねいろんな形で自分のねなんかただ論理的なことだけではないようなイメージの在り方とかアートの在り方っていうのをやってた、えー、やっぱ時代っていうのがあるのでやっぱその文脈にねこ大西茂っていうのも一つ乗っかってくるんじゃないかっていうふうなことでやっぱ評価されやすいと思うんですよねだそこでやっぱねやっぱ金子さんとかその、ね、石田さん m、MM、m の石田さんもやっぱそういうふうな海外 日本はやっぱりなかなか限界があるから海外の人たちにちゃんと気づいてもらうということでそのね作品をねじゃあその石田さんが買い取ったわけですよねで。そこでじゃあ MEM の作品になった時に、えー、じゃあ石田さんはどういうことをしたかっていうと思いますだから今回のフォームでの展示っていうのは In コラボレーション WithMEM っていうことを書かれていました。ね MEM の協力によってできた展示ですよということですねそういうふうな展示のあり方としてこの大西茂は実現したんですよ実際面白い人ですよね50年代に数学の理論を写真表現に反映したわけですよ <laughs> なかなか面白いですか展示見てもらわないとちょっとわからないかもしれないですけどもじゃあカメラがあってそのカメラで何を撮るかっていう風うなねそのテーマテーマに基づいた写真表現ではない世界なんですよ そこがこの温室系の場合は面白い点だと思う。うん、何を取るかではなくて。 まあもちろんモチーフねいろんなね女性とか花とかねそういうようなものはあるんだけれどもそこに数学的理論を当てはめることでどういうことができるかということであのね単純にね一枚の写真で表すということではないわけですよねそれこそ多重露光であったりとかあとね多重焼きということであの暗室作業の中でもその重ねていくっていうことをやってたこれねこれね深瀬さんもねこういうのやってましたよねあのやっぱ深瀬さんもやっぱ61年ね「カラーアプローチ」という作品でねやっぱ重ねやってますからね。 この辺ねなんか僕もねやっぱビ,ビッとくるわけですよねねなんか、ね、あの辺の時代の、ね、深さもだってリアリズム50年代はまってたのにいきなりなんかカラーアプローチっていうねすごいなんか全然違う方向180度ですよね自分の頭のなんかモヤモヤしたものを表すというふうな世界に入っていくわけだけどもそこにおいて彼はマンレイとかシューリアリズムの影響っていうことを名を挙げていましたがもしかしたらこういった大西茂っていう存在もねいたのかもしれないですね。 わ <laughs> かんないでしょ。これは本当に面白いですね。こういうね。うん、過去のことなんだけど、いろんなことがね考えさせられますね。 でこの、ね、数学的理論がどういうふうな形で写真に反映されていたのかっていうのはちょっと難しすぎて分かりませんこれ僕にも分からないし金子さんも今回出た「鬼、えー、しげの本の中でちょっと門外漢だから分からないということはね書いてましたね、うん、でもどうやらこの「鬼西げの中ではこの理論が、えー、なんか反映できるんじゃないかっていうことで、まあ、アブストラクトな世界なわけなんですけどもそういった、ね、表現をしてただからね面白いですねでもこういうのねすごく主観主義写真ですよね ねえそれこそ新山清とか思い出させられますよ。ね。 っていいうらコ,コ,コップですと、ね、コップを取ってそれはコップの写真ですっていうことを言いたいんじゃなくてコップから違うものが見えてくるっていうのが一つ主観主義写真ですよね。これがなんか音声に見えることもあるかもしれない、ね、月の表面に見えるかもしれないそういうふうに見えるような角度とか切り取り方によってどういうふうに写真表現において視覚、ね、を通じた物事の見方を変えることができるかその面白いですね、うん、この辺の時代は僕大好きなんですけどなんか鬼茂は別になんかシューリアリズムとか、ね、主観主義とかそういうことは言ってないんだけどもな やっぱそういうことをね放出させるようなね世界ですね。 これすごい好きですねでなんで好きかっていうふうに言うとあの、ねやっぱね、ただ現実を撮ってないんですよで。そこで重ねるという行為もやってるから、なんていうの、その被写体プラスアルファ、ねで、普通の写真は被写体で終わっちゃうじゃないですか。1枚の写真で時が止まってます。はい、終わりって言うんじゃないですか。でも、このシゲ茂の場合は、多分そ時間軸とか数学的なね、時の流れとかその空間とか、ね、いろんなものがね、やっぱかみ合ってくるんですよね。だから、やっぱこの辺って、写真ってたまにあの言われるのは、 あの写真ばっかって言ったらダメだって言うじゃないですかか、ね、写真ばっかっていうとあのやっぱり写真のルールにのっとっちゃうんですよね。写真とはこうであるみたいなねあの表現においてもあのいろんな作家さんをね知っていくとどこか例えばねもうみんなが一番影響を受けるのはね荒木さん森山さんですよねあの2人の写真を見ることでもう彼らのルールっていうのをやっぱりどこか取り込んでしまってそれを自分の作品に反映してしまうと。 反映してしまったときに、えー、それはもしかしたらその写真のルールに乗ってしま乗っとってしまっているから、新しさとか何かね、その自分らしさっていうところでは、もしかしたらちょっと表現としては、えー、誰かの影響を受けてませんみたいなことになりがちなんだけども、オンシの場合はもうその数学ですよ、数学から始まるんですよ。面白いですね、こういうのね。うん、何か別のバックグラウンド持っているとやっぱ面白いんですよ。 この辺ややっっぱぱインベカルさんとかもねね面白いいでですす、ね、ただ写真表現じゃないですよその自分が描きたい人たちがいてそ,れを撮るその人たちを表現するには写真がちょうどよかったっていうところでのえ、ね、ポートレート写真なわけですからねあちょっと脱線しまくりですけどそんな感じで、えーとね、このね恩ゲ茂っていうのが1950年代にいたんですね面白いですね知らないじゃないですかもう全然知らなかったですよねっ そういう中でギャラリストっていう、ね、存在が一つあったとでもちろん、ね、金子隆一さんという一、ね、つの研究者ですよね、まあ、ある種アーカイバーと言えるかもしれない、ね、そういうふうな過去の、ね、仕事を丹念に調べていって自分の、ね、好奇心とかそういったところからあそれが、ね、何かつながったときにやっぱその自分の知識とか見識というのを、ね、何か反映できるでこの人たちをやっぱ支えてその人たちのポテンシャルをやっぱ発揮できるように支えるのもやっぱギャラリストの仕事だと思うんですよね。 MEM の仕事はやっぱすごいと思いますね、特に金子さんとの、ね、ここ数年の仕事っていうのは、やっぱりすごい重要なことやっ,ってたなということを感じますね,やっぱね、こういうふうなね、これ、冊子もね、これ、今までのパリフォトとかで、MEM のブースで、ね、販売していた、えーね、本なんですけどね、これはやっぱね、すごい勉強になりますよ。他で全然知らななかったような 要は日本でいうとやっぱ東京ですよね東京っていうのがやっぱ商業的にも、ね、アートの世界においてもやっぱ一つのメインの、ね、場所だったわけですよねで評価を受けるのはやっぱ東京で発表してた作家になってきたその中ででも実は日本っていうのはやっぱりね広いわけですよ。ね、上から下まで、ね、すごく広い だって日本の地図さヨーロッパに当てはめると結構あの4か国ぐらいまたいじゃいますからね日本の大きさってそれぐらいすごく大きな土地であってでいろんな人が当然ながらいたわけですよだから金子さんの研究としては関西とか名古屋とかねなにわ写真クラブとか KPS というね京都フォトソサイエティとかねそういうふうなねいろんな各地で写真のムーブメントがあったと。 もしかしたらそれはそあのその世界においてはアマチュア写真家たちがやってたこともあるかもしれないんだけども、そのの取っ払ってその純粋にねその写真の表現がどう面白かったのかってところで再評価をしてたのがやっぱ金子さんなわけですよね。うんだからこの仕事今回の大西茂の仕事っていうのはもうやっぱそういったところに当てはまってくるようなものなんじゃないかなってことをね思いました。でそれをやっぱりね研究者一人では 例えばじゃあオランダの美術館で展示ができるようにね持っていくっていうのは本当に難しいことだと思う。本当に難しい。やっぱそれだけのことをやっていくってなるとやっぱお金も必要だし人脈も必要だしやっぱねすごい大変ですよね。じゃあさ作品をさどういうふうにさあのねやるかっていうこともあるわけじゃないですか。ねかそこにおいて多分ね m、MM、m の存在はめちゃくちゃ大きかったと思うんですよね。 だからこれはねすごく今回のねギャラリーの役割を考えていくっていうふうな話をね、えー、ここ最近やってましたけれどもそこにねすごくいい例として上がってくるんじゃないかなということで今回ね大西茂の展示もね紹介をさせてもらいました。ということでね、まあ、今回ねあのー、作品の価値ってところで、あのーまあ、ある程度ね YouTube なのでやっぱあんまり地味なテーマだとやっぱ見てもらえないですよね。 あのやっぱいろんな人に見てもらわないとやっぱ何も始まらないのでそういったところで、ねまあ、動画のタイトルちょっと刺激的でしたね作品ちょっと最近高すぎないかと <laughs> 正直なところ話させてくださいよというふうなとこから始まったんですけど。 やっぱそこにおいては、ねやっぱね、じゃあなんで高くなるかってところで、まあ、分かりやすいのはやっぱギャラリストの介入で、ギャラリストっていうのが一つ、ね、市場を作っていく、そこで作品がちゃんと価値をついてきてそれによってやっぱ高くなっていくようなものなんだよというふうなところですよね。でじゃあそこで、ね、単純にじゃあギャラリーが、ね、いなければいいんじゃないかということでもないわけですよね。それは一番最初の動画の中でもお話はしましたけどもそのやっぱ市場ができる中ではアーティストだけではもちろん、ね、できないものもあるわけですよね。でそこでただ作品の価値 だけじゃなくて、その作品じゃあもうアーティストもいないそういう風なね人たちではどんどん増えていく中で、そのぶっこ作家の作品をやっぱりねちゃんとね正しく、えー、正しいね道筋で収めるっていうことにおいて、やっぱギャラリストの仕事ってのはやっぱものすごく大きいと思いますね。うん。そういったところの話がですね、えー、まあこれまでの話の中でちょっとできていなかったかなというところで今日はねその辺お話をさせてもらいました。 まあね、ちょっとここまで話はさせてもらったんですけどなかなかやっぱ伝わらないこともねやっぱ多々あるとは思います。 40分かけなければ、ね、僕が思っていること意図していることを伝えられないと思うからそれだけ話してるわけですよねでそこにおいては、えー、こうですっていうふうな一つの答えじゃないですよいろんな現実があると思っているからいろんな答えもあると思うしだから僕は限定して僕はこう思うんですよっていう,ふうなことではないですよね今回の話においてはねどっちにも考えられるから作品が高いと思えることもあるし、ね、適切だと思うこともあるでそれにおいてもいろんなケースがあるわけじゃないですか 若手なのか中堅なのかねもうベテランなのかはたまたそのねベテランの最初の頃に作った作品なのか今の作品なのかっていうところでも全然変わってくるしだから作品の価値っていう話をする時はまず全部をひっくりめた話はでできないんですよねあの僕はどうしても愚直な話しか僕はできないのであの思ったことはねそのまま言うしかもないですよねあ。 う結局、ね、そうあの僕と見てくれているあなたが対面してね、直に話をしているわけではないのでどうしてもやっぱ一方通行ですよね、僕が思っていることをって喋らせてもら,う,らもうここにおいてはもう誤解とかそういうのはもう前提ではもうしょうがないと思うんですけどもあの受け止めてくれる人が、ね、多分いると思ってこういう話をさせてもらっているので、えー、少しでも、ね、あの話の中で参考になるところ、ね、あのつまみ食いでも構いませんから何か、ね、自分の活動とか考え方に生かしてもらえたら幸いです。 まあそこからいろんな議論もねあの生まれればいいなってことも思いますしね、なかなかその作品を買うっていう風な話、どうしてもやっぱお金ってところで、お金って汚いよなみたいなイメージというのは、ね、どこかやっぱ日本の中ではやっぱあると思うんですよ。でも、やっぱそのお金がないとできないことっていうのもあると思うし、そこはやっぱそのギャラリストが一つ使命として持ってるわけですよね。うん、なんかそういったところの、ね、一つ仕事を今回ね、ねこのフォームでの大西茂展、この中でね僕はなんか感じ取れたなってことを思うんですよ。 やっぱこういったところ一つ一つね展示一つを見ていってもそういうふうなことがねやっぱ書かれてますからそういうところにね皆さんもね細部に注目してもらってそうするとね展示の見方っていうのもね変わってくるんじゃないかなっていうことを思います。はいということでね今回はギャラリストの役割っていうところを話をさせてもらいました話の内容がね少しでも面白かったらぜひですねグッドボタンよろしくお願いします。ということでね今回もご視聴ありがとうございますまた次の動画でお会いしましょうそれでは。